朝からラブラブのジャン君とポンちゃんです。どうやったら見えるかな。なんか折り重なってる感じです。ジャン君潰れてるね。はい、アンズちゃん、アンズちゃんはうろうろしてるね。おいで。アンズちゃんは明日譲渡会ですよ。はい、このようなキャリーをずっと出しっぱなしにしているんですが、3日ほど放置しているので、アンズちゃんは慣れてくれたかな。一番心配しているのはですね、まずアンズちゃんを捕まえてキャリーに入れるところですね。これが今まで一度も経験がないので、アンズちゃんがどのような反応をするかまだ分かりません。でもですね、クロケンよりもマオイの方が、アンズちゃんには信頼されているので、マオイさんにお願いしたいかなと。2人でやりますが、メインをマオイさんにお願いしようと思います。こんにちは、カオリンさん。カオリン、はい、まずブラシね。最初から手だとあまり好きじゃないようなんですね。まだできたら手だけでも慣れてくれるとありがたいんですが、使用の手順を踏んで、手の向きが難しいんだけど、そして嫌がる前にまたブラシに戻すと。これをやらないとですね、最後に嫌な思い出になっちゃうんですよね。はい、
はい、また後でね。はい。はい、カオさん。ガチャガチャガチャって音がした。はい、もうすぐご飯だからね。アンズちゃん、アンズちゃんおいで、こっちおいで、おいでおいで、はい、かおりもお腹すいたお腹すいたって言ってますよ。はい、はい、うん、はい、ちっちゃくしゃ言ったでしょ今。いや言ってたよ。はい、始めるよ。もうシャア疲れるでしょう。はい、はい、ちょっとご飯だよ。はい、どうぞ。おー、ちょっとね、ちょっとくるに尻尾触らして。はい、いこいこ。はい、かおりんちゃんがいいかよ。なんか足元にあんずちゃんがいますけどね。なんだなんだなんだ、はい、いってらっしゃい。早く行っといて。前に進めないってさ。